はい。ゆったり犬です。よろしくお願いいたします。本日はですね、日本の年金についてちょっとお話をしてみたいと思います。まあ、えっ、ー、と、年を取ったらもら,えもらえるのが年金でございますが、そんな年金なんですけど、まあ政府が発表しておりました。まあ金融庁が老後、年金とは別に、 二千万円必要だっていう話をしてて話題になっております。まあ今までだいたい年金払ったらもらえるってわーわー言われてたわけですよ。まあいくらくれるか得するかとかいうのは別問題になると思いますがもらえるとは思いますよ。だけど政府が足りないから自分でなんとかしろって言ったのが非常に衝撃的な話でございました。まあそれが一応金融庁が出したのが 2000万円必要だと言われているわけでございます。まあこの金額も、まあ一日の、まあ、節約すれば低くはなりますし、高い生活すればもっと高くはなるわけでございます。まあ結局は年金だけでは足りないから自分でお金増やしてねって言われているわけでございます。まあこれ別に珍しくもないし、 普通なわけですよ。別になんか温まってって話はしないですけど。でもやはり国がこうやって言うと結構説得力あるし怖いわけですよ。まあ仕方ないのかなと思いますね。まあやっと現実的にそういう風に言う風になったなっていうのは思っております。まあぶっちゃけ年金なんて期待できないわけですよ。まあだって積み立て欲しも若干おかしいじゃないですか。若い人が入れてるお金が結局、あの今の 積み立て方式じゃないんですよ。搾取方式ですよ。ちょっとしたネズミ講と一緒で、結局そのシステムができ,できなくなったら応援なわけですよ。まあ、そりゃだって払ってる人が数減って、もらってる人が数増えてくれば、そりゃあうまくいかなくなるわなって話じゃないですか。そしたらどうするかというと、スライド制にするわけですよ。調節するわけですよ。もらえる時の金額を増やし、あの、もらう時の 年齢を上げて、で、もらう時の金額を減らして、で、納めてもらう人の支払い額を増やせば、調子、調じ合うわけですよ。まあ、そうしなきゃやっていけないのは当然ですよ。まあ、やはりここら辺から考えていくと、積み立て方式にするっていうシフトする時代が来たんではないかなと私は思っております。まあ、それをやるわけがないよねって足なってて、こう、揉めてるわけですよ。まあ。 資産運用必要だと思います日本人が一番苦手な分野でございます。日本、まあ基本的にお金って、稼ぐ、貯める、増やすっていう動きがあるんですけど、まあ日本の場合は、日本人ですね、稼ぐと貯めるはうまかったわけですよ。結局自分で貯め込んでる人が多かったって話になってて、まあ増やすっていうのが非常にうまくいってないから、結局元の値段から、元の所有してるお金から、 変わらないわけですよ。で、まあ、物価が上がれば苦しくなるっていう状態でしょう。まあ、現在、徐々にですが、物価が上昇しておりますので、貯めてた人は苦しくなっているはずです。まあ、当然の流れかなと思いますし、世界的に見ればそういうふうになっております。まあ、日本が今まで異常だった。それだけの話です。まあ、徐々にですが、これから動きが変わってくるかなと思います。やはりその点からも、少しでも経済者に興味を持っていただければと思います。まあ、私のブログ、 まあ YouTube 等が少しでも役に立てればいいかなというのが最近の思いでございます。本日はですね、金融庁がとうとう老後2000万必要だという発表したっていう話をさせていただきました。ありがとうございました。それではまた。